こちらのつま先の傷ですね。これはかなり深い、富田。ガリガリっと、ガリガリっと。今ね、もうクリーム塗ったんですよ。でもあんまり真っ黒にはならないんですけど、これはなんとかしたいということですけど、結構難易度高いですね。もうかなり深いので。できる？まずはやれることからやっていきましょう。少しでもね、綺麗になると、綺麗になったっていう思うので、この線傷なんかもう目じゃないですよね。本当に目じゃない。目じゃないっていうのはもう全然気にならんっていう意味の目じゃないですね。大きくここにへこんでるので、これを本当に正直に最初から削ってったりしたら、おそらくもうこの辺りからすんごい勢いで削らないといけないんですけど、まあ一応まずこの部分を固めていきたいですね。これは結構ガリガリな感じですね。320番とかでやってきてます。やっていきたいと思います。ノーテープを少し垂らして、でささくれが少しあるのであればそれをくっつけながらって感じですね。ただちょっとささくれももうない状態に近いので気にせずいきます。まずは持って平らにしていくっていうところですね。本当にこのトップの部分というか、まあ、ここもちょっとできれば綺麗にしたいですけど、ここまで段差があるとね、なかなか1回とか2回じゃ無理ですし、まあ今後靴をこの履いていく上でも、まあ1回これで傷消ししたとしても少しメンテナンスはやはり必要になってくると思いますね。かなり厚く、持っていくと思うので、まあぶつけちゃったりするとちょっと反応が出るかなっていう。なので必ずお客様にもね、そういう話、説明をして合意のもとで作業に入ってもらうと、今後が楽だと思います。これって傷補修する人とか、まあ皆さんご自宅でもそうなんですけど、こうなっちゃうかもしれないと思って、それが思ってもいないほど良かったりすれば何の問題もないんですけど、まあ思ってもいないほど早くなっちゃったとかね、そういう時ってやっぱりこうなっちゃうかもしれないっていうのがとても効果的に効きますのでね、なるかもしれない、なる場合もあるっていうのは非常に大事で、そうやって思うことが、これがね、なかなか最初の方は分かんなかったんですよ。自分自身も僕自身もね、格好つけててっていうのもあると思いますし、あ、できますよ、はい、大丈夫ですよみたいな方言うんですけど、ザードの歌でもありましたよね、君の大丈夫の一言が一番大丈夫じゃないってやつね。本当になんていうタイトルだったかな、君に会いたくなったら、たた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 、うん、そうです、そうです、めちゃめちゃいい歌ですね。24時間テレビとかね、やるとよく流れてましたよね。負けないでとか、ああいう24時間100キロマラソンみたいな、ああいう時が最後武道館でしたっけ、派手は会場に来る時がそれで応援するっていうのが、まあ、風物詩というか。そういえばね、昨年の24時間テレビで実はテレビに出てたらしいんですよ。インタビューされた、まあ私のことですけど、なんかね、面識ないんですけど、岐阜の、ここは愛知県名古屋市ですけど、岐阜で靴磨きをやってる方がいて、まあ、面識ないんですけど、その方のお師匠さんみたいな方がいて、で、お師匠さん、あれ、昨年のその、これ合ってるかどうかわかんないですけど、あの人に会いたいみたいなタイトルだったのかな ?24 時間テレビのタイトルが。なので、そのお師匠さんに、もう一回会いたいみたいな、そういうのがその岐阜の方がね、で、まあたまたまですけど、僕も古く
もう十何年もやってるので、そういう人知らないかとか言われて、ちょっとあの聞いたことなかったので知らないっていうことで、まあいろいろな方にあの靴クリームのねメーカーの人とかにもいろいろ聞いたんですけど、ちょっとその取材の期間中では見つからなかったんで、多分それのシーンです。ああ、わかんないですね。でそういうワンカットぐらいじゃないですか、そういう、まあもちろん自分が主役じゃないのでっていうのが出てたっていうのをちょっと人から言われて、あったなぁと、あれ取材で使われてたんだっていう感じになりましたね、聞いた時に。まあ、その後は会えたかどうかは少しわかんないですけど、あの、まあそういうことがありました。ザードさんのザードの話でここまで来ましたね。と言いながら今やってるんですね。今全然埋まらないな。全然埋まらない。もっと埋まってもいいんですけど、あ、でもここら辺ちょっと調子いいかもしれないですね。もう少し垂らします。ここのな、ここでも段差、これこうすごい段差あります。こっち埋まってきましたね。でも意外と染み込まないので結構あの重ねてますね。いい兆候ですね。でも意外と範囲が広いのでね、これ。あ、ちょっとイメージ、ビフォアのイメージが、今ちょっとザードの話してたら飛んじゃいましたね。よし、もう少し。ちょっとなんか手応えが欲しいな。つけ、よし、これぐらいにしときましょうか。一旦ね、もうちょっと本当は持ってからなだらかにしたいんですけど、これで少し粉でも振りますか。久々に粉、いや、吸っちゃいますか。この粉やすりのダマが残ってるところで、へっこんでるところですね。トン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 って、おっと失礼、手が当たっちゃいました。これ何、あ、これはブラウンなんですね。ブラウンでサフィールの補修クリーム使うので、ちょっとここら辺は白っぽくしときたいっていうのが本音のところですね。なぜならこのちょっと濃い色だとブラウンが透き通って負けちゃうんで、でしばらくこれを続けてから補修クリームに行きましょうか。ちょっとこれ本気で綺麗にするんで、ちょっとお待ちください。すいません、ちょっとカラー補修とかしてる、カラー補修色調整してる動画がもうなくなっちゃって、ちょっと納期がかかってしまうので、ごめんなさい、作業時間の関係でやっちゃいました。そしてこちらとても綺麗じゃないですか。実は補修したのはこちらじゃなくてこっちです。ほら、わかりますか。これは何が言いたいかというと、右と左のバランスがバッチグーってことなんですよ。結局片足しか傷補修しない場合、これはいろんな場合があります。ご予算の関係とか、そのまあ技術的なこともあると思うんですけど、時間とか、その際に右と左でバラバラっていうのが一番良くないので、
イメージを合わせるためにこういう修理の仕方をする場合がほとんどです。片足つるんとさせるんじゃなくて両足のバランスを見てお直しをさせていただく、これが一番のポイントだと思います。何せやっぱり靴磨きというのはバランスが大事なので、こういったなので必ず両足を送ってください。片足だけだとですね、もう片足どんな風なのかっていう想像をしながらやるんですけど、ただ想像しただけじゃうまくバランス取れないので必ず両足を持ってきてください。それがね、あの何度も十何年間言ってる必ず両足と送ってくださいという言い訳でした。それではまた失礼します。